こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。はい。何え？なんか、なんだかさ、うん、この間鴨川行ってさ、なんかウキウキしてんだよね。いや楽しいかったからじゃん、うん、だってもう全てがさ、ワクワクすることばっかりだったじゃん。そうだよね、うん、なんか初めて会う人どうかなって、うん、なんかすごいみんないい人だったしさ、うん、おーちゃんの畑もすごい、田んぼもさ、うん、すっごいいい場所だったしさ、うん、ねえ、佐伯さんから聞いた話は全部楽しかったしさ、うん、こんなワクワクすることがさ、うん、50過ぎてからもあるのかってことだよね。うん、そうだよね。だから世の中はね、うん、いっぱい溢れてんだ、ワクワクでな。本当はね。本当はな。だってさ、私さ、今54、もうすぐ55になるけどさ、うん、小笠原行ったのも50過ぎてからなんだよ。あ、そう、そうだな、3年だからな。そう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 。うん、もちろんその若かった頃はさ、うん、例えば沖縄行ったりさ、うん、あのスキーしたりしたら楽しかったけどさ、うん、その楽しさとまた違う楽しさなわけよ。違うよね。うん。何なんだろうね、これは。ね。うん。何なんだろう。違うよ。うん。うん、何か分かんないけどさ、うん、あのやっぱりね、あのまずは、自分だけの楽しみじゃないってことよ。あ、それはあるね。うんうん、みんなも喜んでくれることだって、みんなで楽しめるというのが一つだよね。うんうんうん、だからやっぱりね、人ってさ、人が喜んでるのを見るのは気持ちいいのよ。そうだね。なあ、だから嬉しいよね、喜んでくれたらね。そうそう、だから鴨川行ったってさ、うん、おーちゃんの嬉しそうな顔見てると嬉しくなるじゃん。まずね、こっちも嬉しい顔、嬉しくなるから、それを見てるおーちゃんまた嬉しくなるから、この嬉しさのやり取り、循環あるよね。嬉しいエネルギーを循環させる、循環する、あるあるある、それはある。そういうのは生まれてくる。小笠原でもそうじゃん、うん、なやっぱりこういろいろ、徐々に徐々にこうなんていうの、こう、高まっていくっていうかさ、変化していくっていうかさ、うん、ね、うん、そういう中でさ、それぞれが変わっていくわけでしょ、うん、それぞれがこうなんか喜びをこう発散し始めるわけよ。うん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 、なそれをキャッチして、うん、それに対してそれによって喜び、またそれを発散することでまたそれをキャッチしてくれる人もいるとかさ、うん、そんな風なものがねできていくんだよね。あるかもね。うん、うん、だから一人でなんかこうさ、うん、あの一人旅の楽しみもあるのかもしれないけど、うん、場合大勢で動くことの喜びってあるよね。そうだね、うん、あると思う。そうだからこの自然栽培にしたってさ、うん、あれでブログでちょっと書いたらさ、うん、Facebook とか、うん、ものすごくみんなこう反応してくるわけや。そうだね、実際今もやってる人、ゆいさんなんかほらね、長野の方でやってらっしゃるじゃん、朝早くからさ、うん、レタス作ったりとかいろいろしてるから、うん、ご苦労も本当にあると思うけども、うん、でも大事なことだって。そう、うん、そうなんだよね、うん、やったことない人、やったことない人で、うん、私と同じでさ、うんうん、ちょっと手伝わせてほしいとかさ。そう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 、だからいいんです本当にさ、自分で農園持ってさ、うん、あのそれを出荷して一つ生活の糧として、うん、責任持ってやる人もいればさ、うん、あのちょっと趣味的にさ、うん、ね、まああれの無責任な立場でさ、うん、関わってみたいって人もいるわけだ、うん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 、でもどっちも大事なんだよね、うんうん、やっぱりその、うん、ちょっとこうなんかちょっと興味で関わる中から、うん、この間の佐伯さんみたいな話を聞いてさ、うん、こんな土の匂いが違うのとかさ、うん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 、そういう発見があればまたそれでいわゆる、自然とこう自然距離が縮まるわけだからさ、うん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 、なんだろう、こう知らなかったことを知るってさ、うん、すごい多分ね、うん、今若い人はさ、うん、学校で何のために勉強してんだろうとかさ、うん、思うと思うんだよ、試験だとかってさ、うんうんうん、私たちはもうそれもう終わった時代だからさ、うん、世代だからさ、うん、でもなんかさ大人になってからもさ、こういうことも実はある意味勉強なんだよね、知らなかったことを。そうそうそう、玉ねぎの種がさ缶詰に入って売ってるとかさ、うん、別にそれ知らない人もいいことかもしれないよ。玉ねぎの種自体知らないからな、俺もまだ見たことないじゃん。ああいうなんかね、あれね、缶に入ってるわけでしょ。もうおじさんにこう開けた時見せてもらいたいね。あれ見たいよね、うん、見たい見たい、どんなもんなのかとかさ、うんうん、それがさ、うん、玉ねぎになってくるとかさ、うん、いうこともそうだろうし、うん、うん、全てがさ、うん、新鮮なんだよね。そうだから、うん、これがさある意味生きた勉強っていうかさ、うん、だと思うのよ。そう、それ特にその、うん、いわゆる俺が好きなのはね、うん、やっぱり従来の価値観がこう覆っていくことが好きなのよ。例えばスタジオ空間なんか行くとさ、うんね、あそこでみんなが生き生きとさ、うんねうん絵を描いたり、うん、なんか作ったり、うん、あるいはもういろんなもう喋りかけてくれるわけでしょ、うん、多分さ、いや俺他の作業者あんまり行ったことないけど、そういうことはないと思うよ、あそこまで。そうだね、例えばさ衝撃だったのはどんぐりの家とかさ、うん、なんか障害者の漫画とかさ、うん、見たりしたし、うんね、ちょっとはこうお付き合いはあるけれども、うん、
ねえ、それなりに楽しいのかもしれないけれども、なんかあそこまで底抜けにオープンで、そうそうそう、だからあのっていうのは我々が楽しくなるんだから、こっちがね、見学に行って、そうだよね、うん、であのよくボランティアの人たちがいるわけだけどさ、うんうん、ところは、うん、いらないってボランティアは必要ないですって、そう言ってたもんね、うん、あの遊びに来てくださいって、そうだ、ね、うん、いうふうなことでしょ、でまた一日いてもさ、なんかなんだろう、いられるぐらい遊ぶ場所があるんだよ、そう、一緒になって太鼓叩いてないんだからさ、そう、あと話してみたりさ、うん、なんか見学させてもらってちょっとしたりとか、ギャラリーのさ、うん、あのグッズ見るだけでもすごい時間かかるよ、そう、企画だもん、みんな、だからそういうのがあるということだけでもすごいじゃん、うんうんうん、そうでしょ、自分がずっと持ってるかってあのこういう固定観念、うん、そういうのは崩れとくでしょ、うんうん、ね、うん、あの例えば本当障害者の人はかわいそうな人なんだとかさ、うん、何もできないからこういうことやってんだとかさ、うん、そんなふうに思ってきたわけじゃん、うんうんうん、それがさ実際に関わったりああいうところ行くとさ、うん、そうじゃないってことが分かってくる、うん、これ大きいよ、うん、な、それから農業にしたってさ、うん、もう農業なんてのは大変な仕事なんだって、うん、でもうしんどいばっかりでお金にもならないし、うん、こんなのはやってるのはバカなんだって俺は教えられてるわけ、その子供の時から、うんうんうん、そうだね、ね、だからお前は農業なんかやるんじゃないって、勉強して農家の長男だけど、うん、そうやって言われて、ほとんどやってないわけですよ、そう、そういうのは、そう、60になって関わってみたら、うん、むちゃくちゃ、すげえじゃん、面白いじゃんって、うんうん、多分そのいわゆる普通の農業だったらこんな楽しくないわけよな、かもしれない、ね、しんどいばっかりかもしれない、でもそういう自然栽培とかね、発見しながらやっていくからさ、うん、今さ、うん、体験に勝るものはないっていうかさ、この前もなんかのテレビでやってたんだけど、うん、大阪の高校がね、うん、あの今北海道の、まあ、農村漁村に宿泊しながら、うん、こう体験学習っていうのかな、うん、やってるっていうのを見てさ、うん、あの宮川大輔さん、うん、じゃんメガネ、うんうん、彼がちょっとレポートするんだけど、うん、もう高校生がなんかみたいなさ、だるそうな顔した高校生がさ、うん、もう最後泣いてさ、うん、もう第二のふるさとじゃないけどさ、うん、やっぱその人とのつながりの中でさ、うん、農作業を見つめたり、うん、あの漁業のね、うん、作業を見つめたりしてさ、うん、やっぱり意識が変わって帰ってくる、いい顔して帰ってくるわけだよ、そうだよね、生きてる人たちの見本を見るわけだよ、うん、体を張って生きてる人、うんうんね、大事に根ざして生きてる人、うん、そういう人がやっぱ学ぶことって多いよね、そうそう、これ別にサラリーマンを否定するわけじゃなくて、うん、都会のサラリーマンとして働く人もそれ大事だと思うよ、うん、でもそういうふうに自分たちで知らないところでさ、遠い北海道とか九州とかさ、うん、沖縄とかさ、そういうところでさ、土とか海に関わってさ生きてる人、小笠原もそうだよね、そうそう、だからいっぱいいんだよ、そうだからさ、高校生とかさ、うん、知ってるのは親と先生とか、そうそうそう、近所の人ぐらいですよ、そう、あと塾の先生とかね、そんなそういう、そう、部活の先生とかね、だから、うん、もうある程度こう同じようなパターンの人だよ、パターンの人たちじゃん、うん、な、でもそれは全然違う、あれこんな生き方もあるんだって、うん、ね、うん、いい悪いとかそんなじゃなくても本当にいろんなパターンがあるということ、いろんな選択があるというかさ、うん、そういうのってね、人間をね、解放させるっていうかさ、うんうん、安心させるっていうかさ、うん、あると思うんだよね、あると思う、うん、絶対あると思う、うん、だって私本当さ虫嫌いだし、うん、土人も好きじゃないし、うん、でもなんか畑のさあのふかふかな感じ、うん、おんちゃんのこの水田にするってところさ、うん、そことさ次のところとでさ、うん、こう違うじゃん、足に響いてくる、そうだな、あれはやっぱりエネルギーが違うんだよね、そう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 、うんうん、だからそこにエネルギーっていう発想も入ってくるだろうしさ、うん、もしかしたら私は今まで歩いたところっていうのはそういうエネルギーじゃない土だったから嫌だったかもしれない、かもしれないね、あのふかふかの、うん、まあカチカチだからほとんどな、あのふかふかの土だから楽しいのかもしれない、うん、ってちょっと思ったりしたわけよ、そう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 、だから本当ね、そういう奥深いんだよ、大地というのはさ、そうだよね、でもそんなことさ、やっぱり忙しさでさ すり抜けていくじゃん、本で読んでもやっぱり本当に知識なんだよね、うん、そう、うん、多分ね、うん、多分そう思う、そうなんだ、だから一旦ね、そういうとこに立ってしまったり、あるいはこれでね、玉ねぎの種をまいたらね、うん、もう気になって仕方ないじゃん、どうなるだろう、そうね、そうすると今度はその、移植の時も当然行きたくなるし、そう、ね、とやってみるところが出来上がり、あとやっぱりね、そう、最後の出口のスーパーでも変わってくるって、そうそうそう、国産と輸入物と、うん、それどっちがいい悪いじゃなくて、そう、うんうん、だからそれ作ってさ、うん、食べたらどうなる、うん、ね、ということよ、うんうん、で前にほら佐伯さん玉ねぎさ一緒に食べて美味しかったじゃん、あれ焼肉屋さんでさ、本当美味しかったよね、だから本当さ初めて入る焼肉屋にさ、うん、なあ玉ねぎ持ってってこれ焼いてよっつって持ち込みするんだよね、うん、その気持ちも多分分かると思うよ、だって美味しいから食べたいんだろうしね、うん、そうそうそう、食べさせたいんだよね、きっとね、そうだからそういうことがさ、うん、いろんなことが変わっていくんだよ、うん、でもね、うん、昔さ米不足で大変だった時覚えてる、
どうだったっけ忘れた。結婚してすぐだよ。ああそう。のお米がなくて、あのタイ米かなんか、うん、外国のなんか、ああそうなったな。広長いなんとか米っていうのをして、あの時もさ農業大事だよって散々言われたのにさ、うん、結局あんまり変わんなかったよね。そうだよね。うん。うん。今回も北海道のさ玉ねぎとジャガイモがあって、これでもやっぱ変わらないと悲しいよね。いやいやだからそれなかなか変わらない世の中は、うん、ただ個人とかその本当にねちっちゃい範囲では変わっていくんだから、そのちっちゃい、コミュニティの中で変えていくしかないの。まず私が変わりました。そうだからさ私が変わりました、ね、だから玉ねぎあんたが作ったらねああ私玉ねぎ好きで一番、ね、みんなに宣伝しよう、うん、そうだねな、はい、あなたでもできます、ヒロミでもできます、はい、一番いいかもね。そうだね、うん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。